はい、さいまくんです。本日はですね、ニコンさんの最新レンズ、ニコール Z28mm400mmF4-F8 の VR ですね、4月19日に発売のレンズなんですけれども、こちらを先行レビューしていこうと思います。レッツゴー。はい、てなわけで今日も始めていこうと思うんですけれども、僕のチャンネル初めて見てくださる方はですね、写真のハウツー、機材のレビューなどを行っております。ぜひね、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。というわけでですね、今沖縄県の読谷村戸口ビーチに来ております。ニコンさんからですね、最新の高倍率ズームですね、待ち望んだ方もいるんじゃないでしょうかね。はい、出ました。 28mm から400mm とですね、広角から超望遠までね、カバーしているレンズなんですけれども、ようやく出ました。 VR もですね、ついていて、手ブレ補正もしっかりついてて、なんとね、725g と結構軽いんですよね。で、倍率がですね、14.2 倍とですね、かなりね、高倍率なズームということで、まあ運動会でもいいですし、今日はね、風景スナップということで、このレンズでですね、もう本当に30分ぐらいね、パシャパシャ、もう何の気兼ねもなくですね、撮って、どのようなバリエーションが撮れるのかとか、写りみたいなものを見ていこうかなと思います。で、ノープランでね、こんな感じで風景スナップ散歩しながら撮るっていったシチュエーションでですね、この28400みたいなレンズ結構いいと思うんですよね。僕が購入したなら、こういうね、トラベルだとか風景スナップでよく使うと思うので、そのシチュエーションをね、考えて撮っていこうかなと思います。レッツゴー。こんな感じで 28mm、35mm、50mm、70mm、105mm、200mm、300mm、400mm と刻んでますね。で、200mm に行った段階でちょっと F8 まで上がるのがちょっと早いんですよね。なので 200mm から 400mm までは F8 になるので注意っていった感じですね。で、あとはこんな感じでズームするとレンズがビニョーンって伸びるんですけれども、これがね、特徴かなと思います。はい、では早速ね、取り歩いてみようと思うんですけれども、まあね、今日は天気は晴れなんですけれども、まあちょっと海のね、砂浜のコンディションが良くないので、やっぱね、こういう 28mm から 400mm まで使えるので、撮りたいところをね、都合のいいところだけ切り取っていくみたいな感じで、絵になるところを切り取って取捨選択していくみたいな撮り方してみようかなと思います。いいですね。あそこの岩がね、特徴的なので、ちょっと撮ってみようかなと思います。 105mm ぐらいでね、切り取ろうかなと思いますね。うん、いい感じ。あそこも撮ってみようかな。こんな感じでね、気兼ねなくですね、レンズ1本で撮り歩けるのっていいですね。で、なんか使ってみて思うの、結構ね、軽いです。やっぱり 725g って軽いな。うん、先ほどの岩ですね、正面のね、正のポジションから撮ってみようかなと思います。うん、いいですね。こんな感じでいろんなアングルからですよね、いろんな焦点距離で撮れるのめっちゃいいですよね。外人さんが今からね、サップに出かけようとしてますね。絵になりますね。うん、いい感じです。こっちにですね、ロックがついてるんですけれども、ロックをかけておくとズームがね、伸びることがないので、こうやって持ち運んでる時にですね、レンズの重みでですね、このズームが落ちてくることもないですし、収納しててもですね、ロックしてると非常にいいんじゃないかなと思います。今ね、軍の飛行機が飛んできたんですけれども、まあオートフォーカスね、瞬時に反応して撮れましたね。近景から遠景にビッて行った時のオートフォーカスはそんなめちゃめちゃに速くないんですけれども、まあ一回ね、この例えば 400mm にセットして、そのままね、オートフォーカスしてる分には特にストレスはないですね。やっぱり超望遠のね、高級レンズに比べたらですね、一歩劣るかなとも感じるんですけれども、必要十分といった感じのオートフォーカスですね。先ほどのサップしている外人さん、めちゃめちゃ絵になるとこにいますね。結構ね、円形にいるのでですね、 400mm でズームしてですね、手前の岩と外人さんと波と後ろの円形ですね、それを1枚で圧縮効果を使ってですね、切り取る感じめっちゃいいですね。 400mm で DX クロップもしてみましょうか。
この軽さでですね、この絵撮れるの正直やばいですね。まあ、64とかですね、4ニッパに比べて解像感はですね、劣る部分はあるかもしれないんですけれども、それでもですね、高倍率ズームって考えると結構いい感じに改造してたり映ってきてるんじゃないかなとは思います。まあ便利ズームなのでですね、どうしてもですね、抑えるとか残すとか気楽にね、トラベルでね、思い出を記録するみたいなところだと思うんですけれども、まあ、高倍率ズームにしては結構いい写りしてるんじゃないかなと思います。傘を差してる女性がいます。すごい絵になるので、今ね 105mm ぐらいで切り取ってますね。なんか 105mm の焦点距離結構使うこと多いですね。トラクターがめっちゃいい感じです。こういう日常風景っていいですよね。こうやって遠くの被写体をですね、気づいた瞬間にぐっとね、引き寄せてですね、撮れるスナップっていうのもめちゃめちゃ快適で面白いです。やっぱりね、撮れる表現の幅が大きいっていうのが高倍率ズームのね、魅力かなと思っていて、28mm の広角からですね、超望遠の 400mm まで切り取れるっていうのはやっぱ面白いですよね。で、Z8 みたいな高画素機使ってたら DX でですね、さらにね、1.5 倍でクロップもできますし、画素数も十分っていうところもあって、高画素機との併用もいいかもしれないですね。ちょっと風景写真も広角でパシャリと1枚。ちょっと引きの構図でですね、こんな感じでビーチでね、遊んでる子たちとかを撮るとね、めっちゃいいかなと思いますね。めっちゃいい感じですね。こういう高倍率ズームってね、どうしても同じ位置からですね、ズームして簡単に撮れちゃうので足を動かさなくなるんですけれども、やっぱり足を動かした上でいろんな焦点距離に、ね、変えていろんな絵を切り取っていくみたいなところがね、大事かなと思います。風景スナップ結構楽しいです。こういうね、謎な感じ好きなんですよ。 28mm でですね、これ撮っていこうかなと思います。で、28mm でね、スナップあんまりね、撮るイメージないと思うんですけど、例えばコツとしてはですね、こいつを被写体中心に置いて、この四隅にですね、こういうパースでね、歪むようなものを置くと結構ね、迫力が出ますね。こんな感じで。いい感じ、遠近感がね、出た一枚になるかなと思います。はい、次にですね、こっちにちょっとした池があるんですよね。鳥が少しだけいるので撮ってみようかなと思います。こんな感じで 400mm にしてフェンスにね、ベタ付きするとですね、結構ね、撮れたりとかします。このフェンスの柵は映り込まないので、こんな感じで撮っていこうかなと思いますね。で、 400mm にした段階で F8 まで上がるんですけど、まあ、今はですね、日中で結構日差しが照ってるので光量を稼げるので撮れるんですけれども、ちょっと夕方付近とか曇ってたりとかするとこの F8 がね、あだになるかもしれないですね。鳥とか撮るときって、まあ、速い鳥だったらシャッタースピード上がっちゃうので、まあ、ISO 感度上げてね、撮らないといけないんですけど、まあ、今はね、そこまで大丈夫ですね。十分オートフォーカスもね、食らいついてくれてて、結構ね、いい感じかなと思います。ただですね、カワセミとか、めちゃめちゃ速い鳥になったらね、どうかわからないんですけれども、まあ、これぐらいの鳥だとね、ずっとね、被写体検出してるといった感じですね。まあ、写りに関してもですね、高倍率ズームにしてはいいんじゃないかなと思いますけど、僕はですね、超望遠端使ってるんですよ。なので、その絵がね、頭に焼き付いてるので、もうちょっと解像感欲しいなってね、正直ね、思うこともあるんですけれども、まあ、28mm から 400mm までね、風景スナップの延長でこれが撮れるって考えたら非常にね、いいんじゃないでしょうか。まあ、唯一無二ですよね。 28mm から 400mm まで切り取れて、この写りの感じっていうのはさすが Z だなと思います。何せね、皆さん忘れていけないのは、これはね、無印のラインなんですよね。 S ラインと比較したらダメなんですけれども、まあ、それでもですね、 S ラインまで行かずともですね、無印にしては写ってくれてるといった感じです。はい、あとこのレンズですね、どうやらですね、めちゃめちゃ寄れるみたいなんですよね。最短撮影距離がですね、 20cm だったかな。ちょっと見てみましょうか。最短撮影距離は20cm ですね。広角端で 20cm、 望遠端で 1.2 メートルということで、この朝顔にね、寄って撮ってみようかなと思います。おそらくね、フードももしかしたら外さないといけない感じだよな。最初から外しとこうか。ちょっと、はい、撮っていこうかなと思います。どれぐらいまで寄れるのかな。最短撮影距離なんでまだ寄れますね。もうね、僕が陰っちゃってるんですよね。ちょっと、まあいいか。距離感だけ見ていただきましょう。陰ってる状態でも撮れますね。はい、行きます。まだ寄れる。この辺かな、この辺ですね。ちょっと光入れようか、ピント面だけども。
めちゃめちゃ寄れるね。次はですね、400ミリの最短撮影距離撮ってみようと思います。 1.2 メートルなのでどれぐらいのもんかな。あ、これぐらいですね。いきます。はい、いかがだったでしょうか。このレンズですね、マクロっぽいカットも撮れるということで、めちゃめちゃね、いろんな表現できますよね。もうほとんどね、フードが影になってたりとか、レンズが影になってたり、僕が影になってたりするぐらいですね、こんな感じでベタ付きできるので、まあ20センチって言ってもですね、センサーからですね20センチなので、めちゃめちゃ寄れますよね。今回のテーマはですね、風景スナップということで、もう本当にね、ノンテーマでですね、まあフラフラ30分しながら歩ける範囲内でね、どんな絵のバリエーションが撮れるかみたいなところを、コーバイルツズームのね、魅力と一緒にお届けするっていうのがコンセプトなんですけれども、次ね、何撮ろうかな。まあもうここに畑ぐらいしかないんですけれども、ちょっと畑行ってみましょうか。なんかね、ミツバチが結構めちゃめちゃいるんですよね。ちょっと蜂みたいな小さい被写体でオートフォーカスの感じとか試してみようかな。うん、うわ、やっぱね、蜂動き早いですね。うん、まあね、これぐらいの被写体の方がいいですよね。おー、いい感じいい感じ。 400mm でズームしながら DX クロップまで使えるのがいいですね。 400mm からの DX クロップの幅ってね、めちゃめちゃありがたいですね。はい、おー、いい感じで撮れました。蜂がですね、飛び立つ瞬間みたいなのをね、狙ってみたんですけれども、オートフォーカス意外といいですね。 Z の S ラインと比べたらですね、劣る部分もあるかなと思うんですけれども、それでもね、必要十分かなと思いますね。で、 F8 までね、やっぱり上がってしまうので、今明るい環境でね、動作してるからオートフォーカスね、快適に動いてると思うんですけれども、薄暗くなってきたりとか、木陰とかで撮るとね、厳しくなるんじゃないかなと思いますね。今の僕が撮ってる環境だと全然ビシバシ決まりますね。はい、ミツバチとかね、蝶々とかいろいろ撮ってみたんですけれども、結構面白いですね。やっぱりね、風景スナップの延長でこういった表現も撮れるとですね、面白いですよね。普段撮れないものが撮れるっていうのが高倍率ズームの魅力かなと思います。うわ、畑にですね、めちゃめちゃ蝶々がいっぱいいますね。もううじゃうじゃいます。なんかこれぐらい蝶々がいっぱいいると、なんか若干怖いね。ちょっとこれも撮ってみましょう。で、蝶々がね、いっぱいひらひら舞ってるんですけれども、蝶々直接写すってよりは、畑にね、なんか長靴が置いてあったり、小屋があったりとか、いろんなものがあるんですけれども、それをクローズアップして切り取りながら、風景の一部としてこの蝶々も舞ってるみたいな感じでいこうかなと思います。主題副題みたいな感じですね。結構いい感じです。せっかくなんで動画も回してみようと思いますね。ニコンのカラーでそのままちょっとお見せしていこうかなと思います。 4K のね、 60p で撮りましょうか。はい、このレンズの魅力がですね、手ブレ補正めちゃめちゃ強くてですね、望遠側にしてもですね、全然ビタ止まりするんですよね。普通だったら手ブレでね、ガクガクしてね、絵にならないと思うんですけれども、こんな感じで手持ちカットでもですね、映像も撮れるということで、めちゃめちゃいいですよね。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じで風景撮りながらですね、切り替えてですね、Z8 のハイブリッドをね、活かすみたいな使い方もできますよね。めちゃめちゃ楽しくなってきた。これね、ちょっと面白いかなと思いますね。こういうね、人工物とね、自然のものが絡み合ったものってね、結構僕好きで撮るんですよね。これせっかくなんで 28mm で撮っていこうかなと思います。いきます。 S ラインみたいにドシャープじゃないんですけれども、ちょっと柔らかい写りというか、ナチュラルな写りにも似てるかもですね。今回はですね、ニコンからね、新しく出た高倍率ズームですね、ニッコール Z の 28mm から 400mm F4 から8の VR ですね。こちらのレンズ1本でですね、読谷のね、戸口ビーチ付近をですね、30分ぐらいブラブラしながらパシャパシャ撮ってみました。やっぱりね、こういうレンズを使う時って、何を撮るか想定してないけどですね、とりあえずこのレンズ1本持っておくかみたいなシチュエーションが多いと思うんですよね。僕もなので、そういう使い方をしてみました。結論から言いますと、結構楽しかったです。やっぱり沖縄みたいなですね、広角で撮りたいなっていうシチュエーションもあったりとか、急にね、鳥が現れて撮ったりとか、あとはね、サップのね、シーンですとか、いろんなシチュエーションに、ね、出くわしても、どのような絵でも対応できるっていうのが、この高倍率ズームの魅力ですよね。最強のね、スナップレンズかなとも思いますし、トラベルレンズかなとも思いますね。あとはですね、子供の運動会とかにもね、めちゃめちゃ良さそうですよね。で、何せですね、725
25g ということもあってですね、今回ですねずっと片手で持ってたんですけれども疲れなかったですね。 400mm の超望遠まで使えるんですけれども、やっぱり小さいのでですね、周りからの視線も気にならないですし、自分自身もですね風景に溶け込みながらスナップできるっていうのも非常にいいかなと思いました。あと撮っててめちゃめちゃ感じたのはですね、 400mm 側にしててですね、手ブレ補正のね 5.0 段あるんですけれども、めちゃめちゃ止まるんですよ。これすごいなと思いました。 Z8 とですねこのレンズ組み合わせたらですね、テレ側で使ってもですねビタ止まりするので非常にね快適でしたね。ミツバチをね追っかけてたシチュエーションでもですねフレーミングしやすかったですね。超望遠のね単焦点とか使ってると結構ね 400mm で追っかけるっていうのは至難の技なんですけれども、それが手持ちでですねブレずにね追っかけれるっていうのはね非常にいいなと思いました。あとは写りに関してなんですけれども、正直僕は S ラインのレンズばっか使ってるのでですね、ちょっと目が超えてるので、まあ写りもう一つね改造したらいいかなとか思っちゃったりするんですけれども、何せね高倍率ズームっていうことをね忘れちゃいけなくて、これ無印なんですよ。なので無印で高倍率ズームっていうのを考慮すると結構写ってる方だなとは思いますね。なのでこのレンズ1本でですねプライベートの日常を残すとかいう目的だったら本当にいいかなと思います。でもしこのレンズのね写りにもう一つね不満があるとかなってくると、やっぱりね S ラインの単焦点選んだりとかズーム選んだりとかそういったことになってくるかなと思うので、まあベースでこのレンズ1本持っておいて S ラインの単焦1本持っておくとか、そういった使い方もねありかなと思いますね。勝負どころは単焦点で切るみたいなねプラス1本みたいなこともいいかなと思います。いやーでもすごいですよね、 28mm から 400mm までカバーしてねこれだけ映ってくるっていうのは唯一無二なんじゃないでしょうか。で忖度なしにお話しすると、ちょっと僕が気になったのはボケの部分ですね。ボケはそんなにですねめちゃめちゃ綺麗じゃないなとは思いました。ちょっとね2000ボケ傾向があってですね気になるなっていうところなので、まあ高倍率ズームなのでねボケの感じ求めるのもあれなんですけれども、ボケの質っていうところにはちょっとね妥協点が必要かなとは思いました。あと一つね懸念ポイントですね、 F8 になるのがちょっと早いんですよね。 200mm 相当まで来ると F8 になるので、 200mm から 400mm のところはもう F8 と結構暗くなります。僕みたいにですね結構こういうね明るいシチュエーションで撮ってると気にならないかなと思うんですけれども、例えば野鳥とか撮ってるとよくねあるシチュエーションなんですけれども、ちょっと木陰に入ったりですとか、あとは野鳥が活発なですね朝方の薄暗い時から撮り始めたりとか、そういった時にですねもう 200mm から F8 になるともう F8 スタートの勝負になるので、 ISO 感度がですね結構爆上がりするんですよ。でカワセミみたいなめちゃめちゃ速い被写体とかだとシャッタースピードね4000分の1ぐらいにはするのでですね、 F8 の4000分の1ってなったら ISO 感度ね結構ぶち上げないといけないと思いますね。12800とか最低上げるんじゃないでしょうか、もっと上がるかなっていった感じなので、結構ねそういうシチュエーションには厳しいかなと思いますね。そういうねシチュエーション撮るってなったらね望遠端選んだりとか、まあそういうことになってくると思うんですけれども、このレンズのターゲット層でいくと多分ねトラベラーだったりですとか、あとは運動会を撮ったりですとか、とりあえずレンズ1本でいろんなシチュエーション撮りたいよみたいなところだと思うので、そういった用途だと非常にねいい写りするレンズなのでいいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じでですね今回はニッコール Z の 28mm から 400mm F4 から F8VR をレビューしていきました。無印にしてはですね非常にいいレンズですし、サイズ感がなんといっても魅力ですね。 725g と軽いのでぜひね検討してみてはいかがでしょうか。今回の動画楽しかったよいいなって思ってくださった方はぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。じゃあねバイバイ。